UFJ 銀行は来年の秋以降に新たに開設される口座を対象に2年間にわたって入金や出金などの取引がない口座から年1200円の手数料を取ることを検討していますただ、校内には手数料に慎重な意見もあり実際に導入するかは来年春をめどに判断する方針です。 銀行にとっては取引のない口座でも管理コストがかかるため手数料体系を見直す動きが出ていますこうした口座手数料はメガバンクでは導入されていません